ここ数年で一気にこの宇宙というフィールドがビジネス的に使えるものになったんじゃないかなとデブリ除去とか宇宙エンターテインメントみたいな分野はまさに逆に日本が世界をリードしているんじゃないかなか職業宇宙飛行士ではない方のみでのこのクルードラゴン宇宙船を使った宇宙旅行のミッションがすでに実現していて宇宙ビジネスの商業化が成功していると感じています。2020年代には人が月に 降り立つことが計画されてていまして長期滞在するとなると食の問題が出てくるかなというふうに思うんですね、うん、月面基地で野菜を作る現地で肉を作る SF ではなくて、はい、リアルに開発が進んでいる。 皆さん、こんにちは。ピボットの国山派ンです。注目のゲストを招いて、事業内容やビジョンについて深掘りしていきます。ピボットセッションのお時間です。今回は宇宙ビジネスをテーマに JAXA の提供でお送りします。昨今注目が集まる宇宙ビジネスですが、日本でも50社以上の宇宙スタートアップが生まれています。様々な取り組みが行われているんですね。本日はなんと、宇宙と中継をつなぐ特別編です。 今まさに国際宇宙ステーション ISS でさまざまなミッションを行っている古川宇宙飛行士に宇宙で感じた宇宙ビジネスの広がりを伺いながら日本の宇宙ビジネスの今とこれからについて紐解いていきます古川宇宙飛行士とは中継が間もなくつながるんですがまずはですねその前に地上側のゲストをご紹介しますまずはジャクサ新事業促進部でプロデューサーの藤平光一さんですよろしくお願いしますお願いします。 藤平さんは2010年にジ j クさんに入校されまして j s ス、はい、パークのプロデューサーとして社内外のプレイヤーとともに競争による事業開発を目指されているということですね、はい、この後詳しく伺ってまいります、はい、そして続いてスペースフードスフィア代表理事の小政瑞樹さんですよろしくお願いします小政さんは大学院修了後は三井住友銀行に入られて、はい s m b c 日興証券を経てリアルテックファンドに参画、そしてまあこう宇宙ビジネスに携わっていくということですけども、もともと銀行マンなんですよね。そうなんです。あの銀行マンとして、はい、やっておりました。その時点でもう宇宙に携わりたいっていう思いあったんですか？そうですね。あの銀行に入ったのも実は宇宙がやりたくて、えー、銀行に入ったという、はい、理由があります。なかなか聞かないですよ。はい。宇宙がやりたくて銀行に入る人。<laughs> 言われました。はい。 でもその昔からそういう宇宙のビジネスですとか宇宙事業に関しては興味関心があられてそうですね人が宇宙に行ける時代を作るためには仕組みが必要であり、まあ、そのためにファイナンスが必要であるというふうに思って銀行に行ったという。はい があります現在はスペースフードスフィアということですから、はいはい、この後様々なことを伺っていければと思っておりますということで本日は2つのテーマについてお話を伺ってまいりますテーマ1つ目宇宙ビジネスの広がり弱さ、JA、の取り組みテーマ2つ目宇宙探査時代における宇宙食の未来です まずはですね現在の宇宙の状況を把握しておきたいと思うんですが古川さんの言います ISS 希望日本実験棟について藤平さん教えてください。はい ISS の希望ですが、えっと、希望は日本がえっと開発を担当しました実験モジュールになっています。はい、えっと宇宙ステーション ISS はいろんなモジュールが組み合わさってできているんですけど、その中で一番大きなモジュールになっています。で約650社の日本企業の方々がえっと開発と運用に携わっています。650社。はい。なのでまさに民間企業の技術の結晶だと言えるかなというふうに思います。ですね。 15周年を迎えたんですで、はい、15周年を迎えていまして最近はまさに今日のテーマであるビジネスにも活用されているという感じです。ですよね。まさに宇宙で何が必要なのかとか月に行った時何が必要なのかみたいなことを宇宙で実験したり試したりする場として、えっと、低軌道拠点として、えっと、活用されていまして、えっと、そういうようなそういうの活用もさらに、えっと、最近は増やしているような。 こといこ取り組んでいますやっぱり無重力という環境をいかに生かすかというところでビジネスにつながりやすいと考えられている創薬であったり、えー、材料実験ということを、えー、とできるように、えー、とそういうような精いいす。度を<ー>、はい、それはこう地上ではねできないわけですから、はい、実際にじゃあ向こうで宇宙空間でどうなるのか、はい、またそれをじゃあ地球上でどう生かせるのか。はい いうことを考えていくですね,ですねあのまさに私元々人工衛星のエンジニアなんですけど、はい、人工衛星ってあの作る時にいろいろこう開発するときに宇宙の環境を模擬するんですけど無重力が一番難しいんですよあ、その模擬するのが,るのがはい熱とか放射線とかはできるんですけど、はい、無重力ができないと、はい、でこれな逆に言えばそれがまあ宇宙の価値であって宇宙ならではのものなので、うん、やっぱ無重力っていうのが宇宙の価値としては大きいかなというふうに思いますですよねあとはですか希望にもその商業目的で利用するっていう制度もあるんですかはい、はい、今 ビジネス利用が進んでいまして、ま、に商業目的で利用するという制度が整えられています、はい、でいろんな方からの要望を、相談だったり、要望だったりを受けて、そこに応じて、その使い方に合った制度を整えているというところですもうまさに、じゃあこの宇宙ビジネスがぐっと盛り上がってきている時期ということたくさんの人に参加していただくために、まさにそのリソースの無償化であったりというところも制度の中で検討しているという状況にあります。 古川さんこちらピボットのスタジオの国山破線ですこちらの音声聞こえていますでしょうかののはいよく聞こえておりますありがとうございますということで古川宇宙飛行士と中継がつながりました<ー>ということで ISS の希望日本実験棟から JAXA 宇宙飛行士の古川さとしさんですよろしくお願いします よろししくお願いしますここ、東京のスタジオですけども JAXA の藤平さんとスペースフードスフィアの小正さんも一緒にいますので3人でいろいろとお話を伺ってまいります古川さん、早速なんですけども可能な範囲で動いていただいてもよろしいですか <laughs> おお 宇宙だ。えー、宙だあ、すごいすごい。<あ>いなくなった。いなくなっちゃった。<laughs> 古川さん戻ってきてください。<laughs> ーすげえ。すごいですね。改めて、あの毎日 ISS ではどのようにして過ごされているのか教えてください。はい、忙しく働いてます。朝6時ぐらいに起床して。 その日の、えー、仕事の手順の確認などをして朝7時半ごろから仕事が始まりますで間に昼食と2時間くらいの運動を挟んで、えー、夜7時半ごろまで仕事で、えー、夜9時半に消灯です、えー、実は寝る前だとか土日にもこの仕事の手順のレビューとか準備とか結構忙しくて、えー、忙しい状況ですあ時々 えー、国際宇宙ステーション ISS の出窓から美しい地球を見てほっとしたりしてます、えー、地球を見てほっとするということですねの今回 ISS での半年間の活動についてぜひ教えてくださいはい宇宙の特殊環境を使ってさまざまな実験やミッションをここ希望日本実験棟を中心に行っていますできく2つのお流れがあります一つ目は、えー その宇宙で行われた実験やその成果が地上ででのののの我々の暮らしをより良くすするるにつながるものです例えば細胞が重力を感知する仕組みを調べる実験だとか再生医療につながる臓器立体培養技術に関する実験それから新薬、えー、開発の促進につながる高品質タンパク質、えー、結晶生成実験そういったものが例になります。 もう一つの大きな流れは、えー、近い将来の国際協力の技術探査さらにその先の火星探査を見据えたさまざまな技術実証です、えー、水再生の実証それから空気の再生の実証それから、えー、宇宙での火災安全技術研究、えー、さらに、クルーをサポートするロボットの技術、えー、実証 そういったものが例になります今回、長期滞在のキーメッセージというのが宇宙でしか見つけられない答えがあるからなんですよねその通りですので、えー、まさに宇宙でしか見つけられない答えがあるからということでしっかり宇宙ならではの成果を出したいと考えています夢がありますね。 jaxa が宇宙ビジネスに取り組む企業を支援するジェイスパークについて、はい、ぜひ教えてください。はい、えっとジェスパークとはジャクサ宇宙イノベーションパートナーシップの略称で jaxa と民間企業のえっと競争を共に作る競争をえっと促進するプログラムになっております。はい、これ見方2つあって、民間企業の方から見ると新しい宇宙のビジ,ビジネスに取り組もうとか。 宇宙を使った地上のビジネスで取り組もうと思ったときに、jaxa が技術的な支援をしますよっていうプログラムになります。はい、jaxa から見ると、えっと研究開発なんですけど、研究開発の出口がもう民間企業の、えっと、事業化という出口を見据えた研究開発になります。<ー>なので事業を、はい、こういう事業を作りたいんだっていうような検討を始めた初期段階から、はい、一緒に民間企業の方と jaxa がそれぞれアイディアとえっとリソースをそれぞれ投じ合って一緒に作り上げていきましょうという取り組みになります。 すごいですね、そこまでこう伴走してくれるっていうのはあの驚きました結構昔から JAXA は国のために、えっと、研究開発をする組織であるので出来上がったものをぜひ使ってくださいということはもともとしていたんですけどではなくても作るところから一緒に作りましょうみたいな取り組みにしているのが特徴かなと思います。その今 JAXA として ここまでその宇宙ビジネスを推進していくっていう目的は何なんでしょうか。そうですね。ここ、ここ数年で一気にこの宇宙というフィールドがビジネス的に使えるものになったんじゃないかなと思います。使える。はい、使えるものになったと。その理由は、まあ、いくつかあるかなと思うんですけど、えっと、まあ、コストもそうですし、技術が進歩してきたのもありますし、あと制度が整ってきたのもありますし、まあ、それで事業が回るようになってきたっていうのもあると思います。で、私自身の思いとしては、百三、はい、の役割というのは。 宇宙という選択肢を選べる状態にするということが JAXA の役割かなと私は思っていてですねてください宇宙が選択肢に入る <laughs> そ,うその選択肢を選べるということをするために JAXA は活動しているのかなと私は思っていてでそ,のその選択肢を選んでくれたプレイヤーを後押しして一緒にまた次なる新しい選択肢を作っていくというのがこの取り組みの目的なんじゃないかなと私は理解しています。そうですよね、はい まさにいろんなプレイヤーが増えることが重要かなと思うんですけれども、はい、実際にはどんな企業と取り組まれてるんですか、はいいくつか例を挙げさせていただきますとまずエレベーションスペースという東北大発ベンチャーの方々と一緒にまさに ISS で実験した物資であったり作ったものを地球に帰ってくる回収する帰りの便を作りましょうという取り組みに取り組んでいるのが一つあります。はい、あとは三井住友海さん と一緒に、えっと、海外旅行保険ならぬ、はい、宇宙旅行保険の開発に今取りり組んでいるところになります宇宙旅行保険、はい、民間の方が宇宙旅行に行く時代にやっぱり保険必要だよねっていうところで安全はやっぱりこの弱さであったり、はい、企業が頑張るところはあると思うんですけど安心の方を保険会社、うん で、<ー>提供しようという取り組みになってます。そうですね。はい。私ももし行く際は入ります。ぜひお願いします。はい、<laughs> ですよね。でも、そういう、あの、実際に。はい、もう。身近にね、こう、宇宙旅行っていうのは。なっている中で。はい、こういった、まあ、制度を整えている。のも一つ、はい、そのということですよね。はい。で、もう一つあるのが、えっと、シンクスペースライフ。という、えっと、ビジネス競争プラットフォームがあります。これは。宇宙での生活の課題から。宇宙での生活と地球の、生活。の両方。 どっちも良くしましょうと、よえ暮らしを良くしましょうという取り組みになってます。はい。えっと皆さんがよくご存知の、えっと地球でえっと日常日用品を使作ってらっしゃる企業さんがたくさん加盟されていて、はい、一緒に取り組んでいるものになります。これはもう古川さんにそのね、はい、使い心地を聞いてみたいですね。聞きたいはい。古川さん今回の滞在ではどんな日用品を使っているのか教えてください。はい、えー。シャツやズボン、それから運動着や寝巻き。 えー、靴下、シャンプー、えー、体拭き、えー、そういった、えー、日用品、こちらをお先ほどお藤平さんからご紹介があった、ツインクスペースライフ、そういったものからあ出,て出てきたものも含めて、様々な生活用品を使っていますどうでしょうか、あの宇宙で、えー、と生活用品が新しいものがあって、生活が快適になったりしてますか はい、その通りなんです。12年前の前回ミッションと比べて、宇宙ステーションでの生活の質が良くなってるなぁと感じます。<ー>これもご企業の皆さんがさまざまな工夫を凝らして、素晴らしい製品を宇宙で使えるようにしてくださったおかげです。宇宙より御礼申し上げます。<laughs> 宇宙からね、い<や>嬉しいと思いますね。ね開発していたメンバーは。本当ですよね。はいはい 古川さんあの宇宙飛行士として今回のテーマでもありますけどもこの宇宙ビジネスに関してはどのように感じてますか例えばその ISS で感じていることですとかと NASA での訓練などで感じたことがあれば教えてくださいはいご質問ありがとうございます、えー、宇宙ビジネスの広がりを感じていますあ一番なのは、えー、今回私が、えー、地上と宇宙ステーションの往復に使っている宇宙機が米国の 企業であるスペース X 社製のクルードラゴンであることです職業宇宙飛行士ではない方のみでのこのクルードラゴン宇宙船を使った宇宙旅行のミッションがすでに実現していてこの宇宙ビジネスの商業化が成功していると感じていますまた民間企業が作ったモジュールこういうバスぐらいの大きさのこの 部屋ですね。それが国際宇宙ステーションにすでにドッキングしていて商業宇宙ステーションのがすぐそこまで来ているなと感じていますでまた、えー、ここ希望日本実験棟で、えー、行うミッションにおいても、えー、企業の方が参加しているサービスが、えー、ありましてこうミッションを行っている中でも宇宙ビジネスの広がりを感じています。うん あとはあの実際の,その日本の,この宇宙ビジネスというのが他の国と比較して、はい、どれぐらい盛り上がっているのかというとが気になるんですが、はいかかがですか、はい、やっぱり今回、古川さんも、えっと、アメリカの民間企業のロケットと宇宙船で宇宙ステーションに行っている時代ですのでやっぱアメリカはすごくこのビジネスでも先頭を走っているかなという気がします。一方で、えっと 先ほどお話し,した生活用品であったり今日お話しいただくあの宇宙食であったりと,ところは、はい、日本の強みを生かしたビジネスであるかなと思っていましてそ,こはそういうところは日本のオリジナリティがあるかなというふうふに思っていますでまたあのデブリ除去とか宇宙エンターテインメントみたいな分野は、はい、まさに逆に日本が世界をリードしているんじゃないかなと思っている分野も多々あります宇宙エンターテインメントはい。 で宇宙エンターテインメント結構日本盛んでして、はいえっと、例えば、えっと、超小型衛星にカメラを載せて地球であったり、えっと、星空を観測ではなくて撮影綺麗<ー>な映像として撮影することをしようとしているソニーさんであったり、はいえっと、宇宙ステーションの ISS にスタジオ、うん、撮影スタジオを作ったバスキュールさんであったり、はい、あと衛星から あの人口流れ星を流して夜空を輝かせようとしているエールさんであったり、はい、なんかすごくエンターテイメントの分野はすごく日本がこう他国に類を見ないオリジナルなことをやっているような印象が強いです、ね、すごいですね希望、はい、宇宙放送局というのが希望、ね、の中にスタジオがありますスタジオがあるんだ、はい、まさにこう中継したりとか、はい、いろんな発信を宇宙から行えるようになかなか海外では聞かない事例かなと思ですよ、ねはいます。は どうなんですか宇宙産業っていう分野になるんですかまさにその大学の先生がおっしゃってたんですけど、はい、宇宙産産業業っていいう産業はないんだとうん、うん、今地球で必要なある産業は全て今後宇宙で必要なものになるんだっておっしゃっていてまさに私もそうだなと思っていまして、うん、なので宇宙という選択肢をいろんな方に持ってもらいたいなというふうに私は思います。小松さんあの職に関してては,はいかかがですか他国と比べてこう宇宙職 はい,い分野においてはどんなこう違いがあるんですかそうですねまあ今あの ISS で食べられているそのいわゆる宇宙食に関してはあのアメリカを中心としたですねあの宇宙食が中心ですけれどもまあとはいえも日本の宇宙食もどんどん種類が増えていって充実しているかなというふうに思いますですよねあの、はい、素朴な疑問なんですけど日本ってこう食が豊かじゃないですか、はい、だからそういうこうまあ豊富なそういったこう色とりどりのこう食材、はい まあ食といいいうもものを宇宙にもう持っていけたらすごいことなのかなと思ったんですけどそうですねあのまさに今の日本宇宙食が本当にいろんな種類のですね、えー、あの地球の食べ物がどんどん宇宙に持っていっているので、まあ、それ自体は今進んでいるのかなというふうに思うんですけどもこれからは必要になってくるかなと思っているのがあの地球から持っていくものに加えて、えー、実際に宇宙で食べ物を作る っていうところもですね、これから必要になってくるかなと思っていて、うん、まあそこも実は日本の強みが生きてくるところかなと思ってます。うん、どういうことがこうハードルになるんですか。なんか難しい点というかはい。えっ、ー、とそういう意味ではですね、やっぱり宇宙、えー、まあ宇宙今の宇宙ステーションでもそうですし、まあこれからあの人があの長期滞在を目指している月、月面、はい、まあもしくは火星とかあのそうなんですけれども、あのエネルギーですね、電力の問題が非常に 重たくてです、ね、これ、えっと、宇宙ステーションってあの、まあ、電力はあるんですけどもやっぱり電力の制限は地球上みたいにあのいくらでもこう電力を使ってもいいというわけで、まあ、地球上も今エネルギーの制約ありますけど、ね、宇宙ステーションでは本当にエネルギーの,あの電力の制約が大きいのでいかにこう電力をかけずに省エネで食べ物を例えば食あの野菜を作るにしてもです、ね、省エネで野菜を作るかっていうところもです、ね、非常に重要になってきたりあとは 地球からも物を持っていくとすごいコストがかかるですね1ラム1 0 0万円とかかかりますし宇宙ステーションでもそのぐらいかかりますし、はい、今月面に物を送ろうとすると1キログラムあたり1億円以上かかって。 なんでペットボトルまあ1本でまあ数千万円、はい、<laughs> 持ってくるのにかかってしまうというところになってくるので送送れれなないいですね送れない今それもだんだんとコストは下がってくるとは思うんですけれどもそれにしてもやっぱり輸送量はすごくかかってしまうのでいかにこうコンパクトに軽く持っていってかつあの電力もなるべく省エネで使いつつでも性能は出すっていうですね <laughs> かつあの遠隔あの遠くに持っていくので故障してもなかなか直せないので故障しづらいというですね非常にこう難しい開発が求められてくるかなと思うのでまあそういったところに日本の技術をどんどん生かしていくということが必要かなと思いますね,ですよねそれこそでも今はこうエネルギーの変換が、はい。 盛んに行われているところですから、うん、まあ、そういったこう技術の進化っていうのも、また宇宙ビジネスにおいても重要になってきそうですね。はい、そうですね。地球上で出てきているいろんな技術が、あの宇宙に活用されていって。まあ、それでも、いろんなイノベーションが起きてきてるかなと思います、ねうんうん。ですね。あの、今回の希望で、古川さんが関わっている宇宙ビジネスのプロジェクト、あれば教えてください。 はい、希望のエアロックとロボットアームを使った超小型衛星放出また希望船外実験プラットフォームで実施するミッションですでに民間企業の事業者による利用サービスが始まっています超小型衛星放出では、えー、企業さんの事業者サービスの衛星として日本の高校生が中心となって開発した宇宙教育プロジェクトの衛星クラークサット1を希望から放出予定です 希望の船外実験プラットフォームでは iSEEP という中型曝露実験アダプターを使った民間企業の事業者サービスが提供されています。XBUS という材料を宇宙に曝露する実験に様々な企業が参画したり、民間企業が中心となって進めている Secrets という国際宇宙ステーションと地上局間の高い秘匿性の 光通信の実証実験が開始されたりと、企業さんの提供するサービスを別な企業さんが利用するといった企業間での宇宙ビジネスが希望、日本実験等でも広がっています。私も希望での実施準備などで携わっておりまして、ミッションをしっかり成功に導きたいと考えています。 藤井さん本当にさまざまなプロジェクトがあるということなんですね。宇宙からコメントしていただくのは説得力がありますね。ですね。はい。ではですね次のテーマに移りますけれども宇宙探査時代における宇宙食の未来ということで宇宙ビジネスの中でも食の分野について伺ってまいります。小松さんあのスペースフードスフィアは地球と宇宙の食の解決を目指すため。 さまざまな活動をされているということですけれども、具体的にどのようなことを行っているのか簡単に伺ってもよろしいですか。はい、はい。えー、っとですね、スペースフードスフィアはですね。2020年に立ち上げられたあの会社なんですけれども、我々今あのおっしゃっていただいた通り、えー、地球と宇宙の食の課題解決を目指して活動しております。それは何かというとですね、ま、え、あ、ー、これからあのまさに今月探査時代がこれから始まろうとしていまして、まああの米国の アルテミス計画をはじめとした、まあ、月に人を送ってでそしてまあ長期滞在をするというところがですねあの徐々にまあ進んでいるんですけれども、まあ、その時代に、えー、月で暮らすときに必要になる食、えー、食べ物をです、ねまあ、現地で作る例えば野菜を作るだとかお肉を作る、まあ、そういったところをです、ね、目指しつつであの、まあ、月という環境非常に極限的な厳しい環境になりますので。 そういう厳しい環境で食料を生産することができるようになると今後です、ね、地球上もいろいろな厳しい環境になってきていますのでそういった環境でもです、ね、使える技術ができるんじゃないかとそれによってあの地球の課題も解決できるんじゃないかというふうに考えて月滞在を見据えた食料供給システムの研究開発を行っているいはい、はい、おっしゃる通とです,です、ね。古川さんあの今小松さん、ん今 からもあの月というワードがありましたけれども今回、の月などの国際宇宙探査を見据えたミッションも行っているんですよね、はいえー、近い将来の月探査そして、さらにその先の火星探査も見据えた、えー、水再生、えー、そしてあの、もう少し私の滞在の後になるかもしれませんけど空気再生の実証とかも行われる予定です。はいえー、さらにクルーーののサポトトをする、えー、ロボットの 技術実証等も行っています。水再生ですとか空気再生というのは宇宙でもやはり重要になってくるんですかはい、その通りです。地上でもリサイクル大切なんですけども宇宙でさらに大切なリサイクルが大切になります。それは地上から物を宇宙に持っていくのがそう簡単なことではないために再利用することが大切になります。そのために水とか空気とかそういった人が えー、生活するのに必要なものそういったものをリサイクルする、えー、技術、えー、すなわち、えー、環境制御技術、えー、そういったものを宇宙で実証していることになります、はいでえー、一方先ほどお話ありましたけどあの宇宙で、えー、食の大切さを実感しています、うんえー、この食事というのはこの栄養の観点からこう人の健康を保つのに加えて その美味しい食事というのが、えー、こう精神的ストレスの低減や、えー、リフレッシュにつながりましてこう宇宙での、えー、最大パフォーマンス発揮に、えー、大きくく貢献してくれてれおります宇宙での食事に大変興味があるんですけれども古川さん、その ISS の滞在中は何を召し上がっているんですか、はいえー、基本的に、えー、NASA の標準食と呼ばれるものと、えー、JAXA の宇宙日本食をお食べています。 えー、宇宙日本食は慣れ親しんだ味なので、ほっとしますね。そして、あの、他国の宇宙飛行士にも、宇宙日本食は人気です。ええー。それは、あの、どういうものなんですか。はい、えー、通常、その米国とかで食べるような、ものに近いです。えー、こう、パウチに入った保存食。と、あと。 乾燥凍結乾燥させたもので水やお湯をあの加えて戻すタイプのものとかさまざまなものがありますあのパウチのものは例えば、えー、カ,レーライカレーのルーだとかあるいはグリルドチキンだとか、えービーフえー、ニートローフだとかさまざまなものがあります。あの水を加えやお湯を加えて戻すものは、えーと スイートアンドサワー,ポークチクンです、ねえー、と酢豚の鶏肉版とか、えーえー、あとはイチゴ,だかイチゴストローベリーズそれを水を加えて戻したりとかするものもありますさまざまなもの200種類すごい,すごい地上よりむしろ健康なんじゃないかと一生思ってしまいましたけど <laughs> この辺りあの小松さんも詳しいんじゃないですか はいはい、まさに今宇宙ステーションでは本当にあの最近、まあ、かつてはあの宇宙での,この食事というとなかなかこう充実していないと言われてましたけども徐々にやっぱりこうどんどんです、ね、いろんな努力によってあの種類も増えていって栄養も豊富で非常に充実してきてるんじゃないかなと思いますね今あのお,おっしゃったように食というのは、えっと、この現在国際宇宙ステーション地球の周回を回る国際宇宙ステーションでも重要なんですけども。えー 今後行われる宇宙探査より遠方で行われる場合にはよりその重要さが増してくると思いますで、先ほど小政さんがこの現地で生産するということをおっしゃったんですけどもここ宇宙ステーションでもレタスやチンゲンサイなどの葉物野菜の宇宙での栽培の実験が行われています今宇宙ステーションで <laughs> あのどんどんですね食事が充実してきてるかと思いますし えー、今おっしゃっていただいた通り、えー、現地で、まあ、宇宙ステーションで作るものも出てきてるかと思うんですけども宇宙ステーションの食、まあ、も,しもしかしたら飲み物も含めてかもしれないんですけどももっとこんなものがあったらいいとかこういう体験までできたらいいなというものありますでしょうかはい、えー、新鮮な野菜や果物それから生ものですね。えー特にお魚 だだととかがあったらベストだと思います。現状だとなかなか技術的に難しいんですが、えー、宇宙食はとてもおいしくて充実しているんですけども何ヶ月もそういう保存食ばかりを食べているとそういった新鮮な果物や野菜新鮮なお魚そういったものが恋しくなります。 まささんあの今後ですねの職を含めて宇宙での長期滞在に向けてあのどんなビジネスが必要になってくるのかっていう点を伺いたいんですけどあのこれからその新規の企業が参加するっていうところのこうハードルも含めてどのようにお考えですかはいあの今宇宙ではすごくいろんなビジネスがあの生まれてきているかと思いまして、えーまあ、宇宙ステーションを使ったビジネスも先ほど古川さんにご紹介されてましたけれどもそれ以外にも今後あの月 での月面でのです、ねまあ、滞在を見据えたようなビジネスも今後出てくるかなというふうに思っています、はい、でそうなってくると本当にもう広がりがどんどん出てくると思っておりまして、えー、まずはですね硬いところから言うと、まあ、通信のビジネス、えー、とかエネルギーを、えー、発電ですねあの現地で電力確保しなければいけないので発電に関するビジネス。でさらにはあの月面の 基地拠点を作ってていくととととすると建設とかインフラ関係のことも出てきますでその先に人があ月で滞在をするっていうことになると、まあ、そこにはもう暮らしを作っていく必要があるのでいわゆるもう暮らしにまつわること何でもまあビジネスになってくるかなと思います。で私が取り組んでいる食に関してもそうですし、まあ、衣食住全体があのビジネスに対象になってくるかなと思うので、えーまあ、まだそれはあの少し先の話ではあるんですけれども これからあの、まあ、いわゆるこの人工衛星とかロケットとかそういうものだけではない、えー、いろんな裾の広そ野の,の広がりを持ったあビジネスになってくるかなと思うので、まあ、地球上でそれこそ、まあ、暮らしに関わるビジネスをやられている企業さんは、はい、あ皆さんですね参加するチャンスが出ててくるんじゃなないかなと思ってますありとあらゆる分野がゼロから一を作り出すいことになるわけですもんね。はいそうですね 古川さんこの辺りの,その宇宙ビジネス、長期滞在を見据えたこのビジネスの可能性、いかがですかはい、素晴らしいですね。こう宇宙からさまざまなビジネスが生まれて、その成果が地上でも宇宙でも役立つというのは素晴らしい理想的なことだと思います。で今、小松さんご説明くださったように、さまざまな企業が、えー、参画していく。 大きな可能性、ポテンシャルがあると思いますので、えー、興味のある方はぜひ、お願いできればと思います。加えてあの、スペースフードスフィアではその月面での長期滞在を支えるシステムの開発、はい、スターダストプログラム、を推進されているということなんですけれども、はい、これ具体的に伺ってもよろしいですかあ、はいあの。スターダストプログラム自体は内閣府が主導しているプロジェクトで。 これ自体はです、ね、もう本当にあの衛星先進的なあの衛星の技術の開発だとかいろんな技術開発が含まれているものがスターダストプログラムなんですけども、はい、あのスターダストプログラムの中で将来的なあの月探査あの月面でのプロジェクトに使われるであろうです、ね、4つの技術をテーマとして取り上げてましてその4つというのが、まあ、1つが通信即位地球と地球 えー、月の間を通信するための、えー、技術開発だとか、うん、月の,おその月面で場所がどこにいるかって、まあ、月版の GPS ですねあ月面版の GPS みたいなテーマがあって、まあ、それがあの通信即位のテーマとして一本あってですね。で先ほど申し上げた通り月面ではあの、えー、と電力が必要になってくるので。 その電力をいかにその月面で効率的に確保するかっていうための発電とかもしくは蓄電ですねエネルギーを蓄えるもしくは送電電気を送る送電まあそういったところのプロジェクトをやっているまあエネルギーのチームがあったりであとはあの今後ですね月面でえそのまあ月面の拠点を作るそれこそえと基地を作ったりだとか、はい。はい あの月面でのスペースポートを作ったりとか、まあそういったそのインフラを作っていくために必要な建設インフラの技術、まあそれがですね、えっ、ー、と、えー、例えば遠隔で建設建機器を、はい、えっと動かして自動であの整備してくれる、はい、自動で、えー、基地を作るっていったところもですねあの検討されています。で、もう一つのあのテーマがですね、まあ食ですね。なんでこの通信、えー、エネルギー、えー、建設 でそして食というこの4つのテーマが、えー、この月の開発プロジェクトとして走っていましてでそのうちの一つの,この食のプロジェクトに関して私たちスペースフードスヤがあの受託させていただいていて、えーまあ、農林水産省の,です、ね、あのプロジェクトとしてこの食のプロジェクトが走っているので、まあ、そちらは私どもスペースフードスヤを代表として開発あのやらせていただいております。 本当にこう映画で見てたような、ねはい、世界観ですけどもうう実際に動いてるんです、ね、そうですすねねそ、まあ、このプロジェクトが立ち上がったこあはかなり SF っぽい、はい、<laughs> のテーマだよねとあの月で、えーまあ、このスターダストプロ,ジェクプログラムの、えー、食のプロジェクトに関してはあの月面で食料を生産するというプロジェクトになってくるので、まあ、本当にの月面基地で、えー、現地で、えーまあ、野菜を作る。 現地で肉を作る、まあ。しかもこの現地で何でもかんでも肥料とかですね、水が無限にあるわけではないのでもうなるべく現地での出てきたゴミも有効活用水も全部捨てずに全部有効活用する、まあ、そういったあの循環型で食料生産をするというプロジェクトになっているんですけども、うん、まあそれが SF ではなくて、はい、リアルに開発が進んでいるという意味では、はいまあ、時代はあのいよいよですね、この宇宙時代が近づいてきたんじゃないかなというふうには思ってますね。 藤井さんそういう意味では、もう子供たちは今の子供たちは宇宙が目の前ですね。いけますね。はい、その4つの柱の中に職が入ってるのがいいですよね。なんかなくてすごくなんか技術、はい、技術ですよね。うんうん、建築みたいな話ばっかりだと、なんか殺風景な月を思い浮かべますけど、はい、食があるとすごくなんか彩り豊かな月生活が思い浮かべますよね。はい、よねもう本当にね。そういうことがこう。現実的になりつつあるということですからね。はい、なんかこう？またこう夢がね。広がってきますね。はい あの月面で長期滞在ができるまであと何年あれば実現できるのかというところなんですけど小さんはどう考えていますす何が必要ですか、はい、まずはですね、えーまあ、アルテミス計画という観点でいくとおそらくまああの2020年代には人が月に降り立つことがまあ計画されていまして、はい、でその先に長期滞在するとなるとおそらく、えー、2030年代の えー、半ば頃にはですね、はい、長期滞在で半年とか1年とかあの滞在するというのが私の視点では2030年代半ばぐらいから徐々にですね、はい、長くなってくるんじゃないかなと思ってます、はい大体15年後ぐらいでですすよねねそうですね15年後ぐらいにはそういった時代が来るかなと思うんですけれども<ー>まあその時にですね、はい、まあ長期滞在するとなるとやっぱり先ほどの食の問題が出てくるかなというふうに思うんですね。うん であのやっぱ保存食でもすごくおいしいものが出てきてるんですけれども今後、大事になってくるのはやはり、えーまあ、そのフレッシュなあ作物だったり、まあ、お肉だったりっていうものが必要になってくるかと思うんですけれどもなかなか全部地球から持っていってもすぐにあの新鮮さがなくなってしまっているのでこういったところで現地で、えー、生産するというのがすごく重要になってくるのかなというふうには思ってるんいかがでしょう 月面での長期滞在、あと何年あれば実現できるのかという点に関しては。日本でも、えー、月周回有人拠点である、えー、ゲートウェイ計画への参画や、えー、新たな宇宙飛行士の選抜などが、えー、行われていて、えー、月探査への準備が着々と進んでいるなと感じております。そそしてて今、えー、今後、えー、50年以上ぶりりにに人類が月に降り立って、えー、そこで今度は 探査活動を行うことで、えー、人類の、えー、活動が新たなフェーズに入る、そんな未来がすぐそこまで来ているなと思うと、とてもわくわくします、そんな未来が2030年代にきっと来るんだと私も思っています、そして、えー、私としてはこの、そういった未来に向けての技術実証など、えー、ミッションでしっかり行っていきたいと考えています。すね、藤井さん新たなフェーズに 人類として入った入りつつあるということですね完全にそうですね,ね今古川さんが言っていただいたお魚というリクエストが小松さんが実現していただいて、はい、将来月で食べられる可能性が出てくるということですねそうですよねあとあの月は ISS と違って地面があると いうことですから本当に様々な分野の企業が宇宙に参画できるポテンシャルがあるということですもんね、うん、そうですね地球で行われている産業がそのまま月に行くんじゃないかなというふうに思いますですよね古川さんの本当にこれからですね宇宙がもう近くなっているということで宇宙飛行士になりたいという子供たちも増えてくるかなと思うんですけどメッセージありますかはい、えー いろんなことに興味を持ってほしいです。えっと、それは勉強だけでなく身の回りのことをさまざまな活動すべてだと遊びも含めてさまざまなことに興味を持ってほしいです。でそういったことの中から自分の好きなこととか、えー、向いていることがきっと見つかってくると思いますそしてその中でこう将来こんなふうになりたいだとかこんなことをしたい、えー、そういった夢を見つけていってほしいと思います。 はそろそろあの中継の時間も限られてきているんですけれどもぜひ最後にメッセージをお願いします本日は、えー、藤平さん小政さんの、えー、から大変ワクワクするお話を聞かせていただきありがとうございました、えー、お二人の宇宙に対する熱い思いを肌で感じることができました、えー、私も、えー、近い将来の国際宇宙探査に向けた技術実証そして 地球低軌道の特殊環境を生かして地上をより良くする、えー、そうさらに宇宙ビジネスそういったものにしっかり貢献できるよう、えー、残りのミッションをしっかり着実に実施していきたいと思っていますで、えー、ぜひ地球に帰還したら皆様とお会いしてお話ししたいです、えー、お会いできるのを楽しみにしています私たちも楽しみにしています引き続き ISS のミッション頑張ってください今日はありがとうございます ありがとうございます。ありがとうございます。あ,ますあ、あいい見てたいい絵ですね。いいすね <laughs> 宇宙ですね。最後旅でしたね。ですね。すねということで ISS 希望のね日本実験棟から古川さんと中継でつなぎました。どうですか？地球から宇宙に中継をつなぐっていう経験ありますか、ね？いや初めてですね。ドキドキしましたね。はい。 なんかテレビとかで、見たことあるやつだと思いながら、<laughs> 確かに。てましたね、本当にこう、ふわーっとね、無重力の中で、歌りしてましたけど、こういうお話聞いてみて。どんな印象ですか。やっぱり、こう、私も、まあ、仕事柄、宇宙の話すること多いですけど、やっぱ宇宙から、宇宙の話していただくのは、やっぱ説得力がありますね。うん、やっぱり、ね、なんか、ちょっと違うなっていうのは、感じました。ね、はい。小松さん、本当に、こう、食っていうところでも、いろんな話が出ましたけども。はいはい、どんな印象でしたか?。そうですね。まあ、あのー。 生の宇宙飛行士からの声で魚を食べたいという声があったのでそこは頑張りたいなと思ってますね, <laughs> すね今具体的に魚もですね、はい、考えてますので<ー>、はい、これはあの魚自体を養殖するか<ー>もしくはあの培養肉という形で<ー>え人工的に魚を作るかっていうですね今2つのアプローチで考えてますのでうん私もでもこうやって改めてお話伺っているとこれだけたくさんの、まあ、プロジェクトがあるのはもちろんなんですけど もうこんなに宇宙ビジネスって進んでるんだっていうことで感動しましたなんかまだまだもっと遠いものなのかなとか自分が携わるには距離があるかなと思ってたんですけどぐっと身近になりましたねあの私はあの投資家としても活動しておりますので、はい、宇宙ビジネスへの投資活動もしてるわけですけども。 私がこの領域に踏み入れた2015年当初はまだまだ本当に数えるほどしかそういうビジネスはなかったんですけれども,もう本当にここ数年で一気に加速度的にいろんなビジネスが出てきている印象がありますね。うん、藤さんもジャクにいるわけけですけど、はい どうですかこの進化というか。さっき古川さんもおっしゃってた、の企業さんが提供したものを企業さんが使うっていうのが始まっているのかもまさに加速度的に進んでいることなんだなというふうに思いましたね。<す>本当おっしゃると2015年のところでまだ全然だったんですよ、本当に。はい、それが本当に急に加速度的に進んできたかなと思います。あとはこの JAXA でハッシュタグスペースジャパン応援しようという。はいはい テーマのもと、あのいろんなこう発信をされていると思うので、ぜひそのあたりも伺って、はいはい、そうですね、はい、古川宇宙飛行士との交信を通じて、古川宇宙飛行士のやっているミッションであったりということをもいろいろ知ってもらおうという発信をしています。で、今日のこのビジネスのお話も通して、まずミッションの方もぜひ興味を持っていただければなというふうに思いますですよね、はい、これだけミッションがあるんだじゃあ自分はどういうふうに関わればいいんだろう、関われるのかなということで、興味、関心を持つことから、一歩が始まるわけですからね。はい それでこうみんなでこう宇宙ビジネスというの未来を盛り上げていければなというふうにも改めて思いました。はい、ということで本日は皆様どうもありがとうございましたありがとうございました。